おはようございます。おはようございます。今日は何やるんですか？これ今日はこのマイクをちょっと1台で売るよりもパーツを分けて売った方がいいんじゃないかなっていう話をね、ちょっと聞きまして。なるほどなるほど。純正の予約料売ってみようかななるほどなるほどじゃないよ。今日は予約に交換です。 S&S ですね。逆ですけれども選ばれたのは S&S でしたね。やっぱり今ね、これ大丈夫って言うじゃないですか。聞いたことないですよ。これ大丈夫。エアクリック交換なんつうのは簡単ですよ。そのお弁当箱をまず外しましょう。取るのぐね、パンダ思い切り。そう取れます。でもその鍋の蓋はいらないです。トルクスじゃない、トルクスのなんかだよ。だ違ったじゃん。そうそうそう、めっちゃ緩いんだね。これこんな緩いんだ。緩まっちゃったんじゃない、振動で。指でも取れるんじゃないかっていうぐらい緩いよ。あ、ネジロック剤と持ってくればよかったな。忘れてたわ。ネジロック剤持ってこねえの。そういう時俺のバイクじゃねえ。もう俺のバイクもつけてねえからって言ってもまだ。確かに、バイクでもねえし。とりあえずエアクリを売ってみよう。エアクリを売ってみようっていう企画だから純正エアクリどんぐらいで売れるんでしょうか企画。まあ、いいとこ3000円とこじゃねえか。あ、いや俺結構いくと思うんだよね。5200円。大した変わんねえ。はい、ボルトが外すとこまでスキップ。はい、じゃあボルトが外れたんでね、実際にどうなってるのか見てみましょうか。見ましょうか。外れてないんだな残念ながら。どれを取るの？で次もうエアクリ本体そのままこうガボッと取っちゃってください。はい、 OK でーす。で次ここだって言うような気がするな。ここ、このブローバイの2本外してください。はい、じゃあ外したとこまでスキップ。はい、じゃあ外してみたんでね外れてみんな外れたとこまでスキップは、だってお前がさ編集の区切りをつけたいがための言葉じゃん。違うよ。違うのか。違うよ。じゃあ違うんだね全然違うよ。あ、これオイルがつくものです。はい、つけてください。お、終わりです。もうバックプレートスクリュー。スクリューですか。それは何だ。これこのボルトの上違うよ。絶対違う。バックプレートスクリューだから、あ、そのあれじゃない、あのバックプレートがその3本でここにつけるってことだ。あ、なんかチューブ入ってるよ。ピロンボラギノールみたいなの出てきた。うすごい、これ触っても分かんないけどさ、なんかパンパンに入ってるパンパンだね。めっちゃパンパンに入ってんだ。これふにゅってなる余地がねえぐらい入ってる、うん、カチカチよ。あ、え、嘘いいのこれ。いいよ折れちゃうけど、これどうやって使うの。いいんじゃない、だからそこから出てくんでしょ。使い切りなんじゃないの。赤いのこれ。多分赤いはずで。赤くなかったらどうする。赤か青か黄色か、そのあたりだよ。大体全色出すんだよね。あ、青だったね。はい、それをつけてつけろ、早く。頑張ります。よるよるよる。無駄の声の前ででしょ。信じ違うです。これはワンピースフィルムゴールドの田中さんですね。違います。カスケット合ってんだろうな、本当に。まだ大丈夫か。オイル漏れてくるからね、普通にちゃんとつけねえと。穴あってっか、今確認してっから話しかけない。はい、すみません。ロックタイトつけて入れていきましょうね、はい、そうしないとネジが緩みます。あ、こっからこうクリクリやってくるの普通。そうでしょ。何バカなこと言ってらっしゃるの。そこにクリクリして何の意味があるんだって。これバックプレートをさ、車体にくっつける役目をしてんじゃないの、このネジは。違うの。なんかよくわからんなこの説明書も。レザーじゃねえだろうね、これ。ラバーコーティングワッシャーって書いてあるんだろ。レザーじゃねえ。ラバーでコーティングされたワッシャーを入れろっつってんだよ。グリーザーボルト。分かった分かった。最初と最後にこの黒いやつイエローって書いてあります。とりあえずなんかこのバックプレートになんかあのワッシャーじゃなくてスクリューをクリクリとなんか3本入れてもらって、なんかこのバックプレートのネジ山来てるん でそっからそのネジ山と一緒にまたこの車体に取り付けるらしい。でその後にこの2本入ってる
新しい専用のブリーザーボルトの前と後ろ、前にワッシャー1枚入れてつける。で 車体側とバックプレートの間にもワッシャーもう1枚入れると。わかりました。結構寒いよ。嘘、お前がその薄着だからでしょ。薄着じゃないよ、結構これ。何枚着てんの？42枚ぐらい着てるし。都道府県よりちょっと少ないよ。しかも全部ヒートテックな。やっぱヒートテックってそれ重ね着すれば強いっていうあれじゃないからね。そうなの。そうなんだ。絶対違うじゃん、肌のあれのあれでしょ、多分。保温効果を高めるやつなの。42枚来たらだって途中多分3枚目以降ぐらいから効果なくなってるよ。3枚ぐらいだったらいけんのか。3枚ぐらいだったらまずギリいけんじゃない。あんまやんねえよお前それ。いっちまうから。どんぐらいいく？この辺感覚だからね、本当にトルクレンチがないんだからあなたは。テルクなんだからちゃんと皆さんトルクレンチ使ってくださいね。なんとなくこう雰囲気分かった。これ以上回したらやべえっていうのはパンになるまでいくよ。パンとかなんねえから。このタイプはグニュって一生ぐるぐる回り続けて終わりよね。これ足りてる、まずネジこれ。ちょっと待って、穴があってないんです。あ、これ取れないパターンだ。よっこらせ。合ってんの？大丈夫？ここだ、見つけた。いけ。つけないのね。じゃあつけんならつけるよ。じゃあつけとく。お前絶対俺の手につくやつ。嫌なやつ、嫌なやつ。はい、これでも、これでもエアクリ外せねえわ、残念ながら。二度と外すことはできない。二度と外すことはできない。でもこっちだけ回んねえんだけど、なんで？このプラスネジっつうのがまだ腹立つな。うわ、なんでこんな余ってんだ、そして。何に使うの、このワッシャー、これ。何これ、何で余ってんの、これ。4枚余ってる。どっかに2枚ずつ入るところがあるんだろうな。お前が説明書読まないからじゃん、それ。また人のバイクだからって。どこどこどこ